お風呂の入り方。お風呂の入り方。人はどう入ってんのかっていう感じよな。だから頭からなのか、体からなのか。うん、どうしてる？どっからどっからある？俺は頭だな。まず、うん、洗う順番っていうよりも、洗う順番っていうよりも、俺この入ってからの。そう。入ってからのルーティーン。入ってからのルーティーン。があって、入ってからのルーティーンっていうか、うん、まずこの入るなんていうの、うん、入ってどうするかっていうより、うん、そもそも入る瞬間から、うん、あの俺このタイル、風呂場の下がこの冷たかったりするのが嫌だから、常にちょっとこのなるべく足の面積を足に当てたくないから、うん、ちょっと若干かかと浮いてるわけ、うん、若干つま先立ちない俺でも分かるやつさそれが普通なの、うん、うん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 、俺あのあれだわけよ、あの濡れてるのがダメだわけよ。あ、はい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 、そうそうそう、そういうことだと、そう、それと一緒だと思う多分。ああ、そうよな、そのひんやりするんだろ。ひんやり、うん、そうそうそう。濡れてる感じが、なんか、うんうん。あの換気扇つけるお前。換気扇はずっとつけてる。あの入る時も。入る時も。入ってる時も。入ってる時もついてる。あ、マジ。うん。俺つけんわけよ。うん。これはなんで。あの換気扇。さ、寒いわけよ。あ、そうなの。うん。こう冬だからじゃなくて。ね、冬の時もそうだし、まずよ、そもそもあんまり温度を感じないわ俺。あ、あの寒いって言ったり温度感じないって言ったり、なんだろう。いや、なんでなんですか。あの、あ、暑さを感じない。ああ、あの暑さを感じない。なんか暑いとは、人はよ、そうそうそう、うん、暑いってあんま感じないわよ。あ、それは分かる。なんかそれは俺もそう。あ、お前もそう。冷たいのには敏感だけど、うん、あの暑いのは、うん、あれでしょ、夏とかもうどんだけ暑くても、うん、あの別に、そうそう、あっちーってならないっていうか、うんうんうん、あ、一応暑いってなるんだけど、なんだろうな、暑いのは芯からよ、あの、うん、温まってないんかなってちょっと思ってしまうわ。変かなこれ、これ自体も。一応よく指摘されるわけよ。よく俺も指摘されるんだけど。うん。いや、暑くないば脱げばってよく言われる。俺も脱げばって言われるわけよ。え、言われる。二人ともそうだったらちょっとあれやし、話が。話が。そう、俺も一応そうだ。うん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 。だから。夏とかむしろ、うんうん、暑い中がちょっと気持ちいいくるの。そうだな、それあるやつさ俺も、うん、あの日が出てる時がめっちゃ、そう、もうカンカン照りでみんな暑とかって言ってるのに、うん、ちょっと気持ちよかったりするわけよ。気持ちよかったりする。そうそうそう。で、それがあるから、うん、それがあるから、そのあの換気扇つけてたらよ、ちょっとよ、うん、寒く感じるわけよ。ああ。で、あの湯気のあのモヤモヤであったかいわけさ。あ、そうだから、あのなんつうの、あのシャワーをあの熱いのをシャーって、まあ、出るやし、出た後にあの地面を全部シャーって濡らすわけ。はいはい。熱くするわけよ。熱くする。はいはいはい。うん、熱くして、でそっからこのまず体シャー濡らして、はいはい、でちょっとあったまったかなっていう時に、うん、そのシャワーの位置変えて、で、シャンプーの位置に変えて、そう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 、頭の高いところに変えて、うん、頭濡らして、うん、そっからこうまずシャンプーシャカシャカやって、でその間水止めんわけよ。ああ、まあな、ちょっと止めながちだよな。うん、
結構止める人多いと思うわけさ、うん、ちょっと俺流しっぱだわけ、うん、でだからほぼ止めることないかな、流しっぱ、ほぼ流しっぱ、あなんならあの冬場は体こうシャカシャカしてる時もあの足だけ当ててたりする、うん、あ温めながらってこと、そう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 、俺よで今年、うん、本当に去年か今年ぐらいから、うん、やっとどっちかっつったら、うん、もしかしたら冬の方が好きいいかもしれんって、うん、やっと思うようになって、でどういうことどういうこと季節がってこと、季節が季節がそれはお風呂入る時の、そう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 、そこにもつながるんだけど、うんうんうん、今までは冬は寒かったら背中とかどっか、うん、とりあえず当てながらシャンプーとかやってたんだけど、うんうんうん、で風呂終わった後脱衣所っていうか、うん、体拭くところに、うんうんうん、なんていうの、あの服脱ぐところに、うん、体拭いて出るとき嫌さ、寒いから嫌なんだけど、うん、今まで嫌で嫌で仕方なかったんだけど、うん、最近、うん、よほどもうなんか暑いのか感覚が鈍ってきたのか、うん、その裸で脱衣所のところに出れるっていうの、うん、はい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 、うん、ようになってきたから、それがなってきたんだ、うんうんうん、夏体が冬体寄りになってきてるような気がする、あなんか冬体か年なのか冬体、あはは夏に強い体が冬に強い体になってきてるような気がする、うんうん、はい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 はあはあはあ、なんかよ最近から急に、うん、それでも俺の中ではだからあれかなと思うわけよ、この代謝の違いかなってもちょっと思うわけよ、あそのなんつうのあの代謝がいいからこの熱を感じるんじゃないかなっていう、そのだから筋肉量みたいなのがこの減ったんかなとかよ、そういうことまで思ってしまうんだけど、昔ほど暑がらないやすさっていうのもあるし、そのそもそもでもあの昔からそんなにこの暑く感じないっていうか、まあ汗かいてるからかもしれんけど、ちょっと寒かったりするわけよこの夏場あのそうそうそうめっちゃこのそう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 クーラーこうガンガンにしてるところとかが、わ、うん、かるわかるな、だから、ね、そうそうそう、なんかみんな暑がってるけど俺割と寒いんだけどとかよそういえば風呂ってどうなのかだよ、うん、みんな暑いのに、うん、どうなのに変わってる暑さの感覚の話になってるな、そういやばいなごめん、俺かな俺が脱線した俺暑くないのにみんな暑くないから俺暑いのにみんな寒いっていう暑さ寒さの普通になってるな話が、でも風呂、うん、うん、ねえねえね、風呂よ、うん、まず髪からある、まあまあまあじゃあ順番を言うよ、じゃあ、うん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 、髪、うん、で顔、うん、顔顔洗うわけよ風呂で、あもう そこがまずもう、あ違うやつさ俺、違う、うん、違う違う、すごい、あでも、うん、いや理にかなってると思うよそれは、かなってる、かなってる、あの、うん、洗顔ってことだろ、そうそうそう、うんうんうん、あんまり特に考えてないけど、うん、あのなんとなくこのあったかくて毛穴が開いてるんかなっていう気もするし、うん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 、で今ちょうどお家にあるのを勝手に使ってるんだけど、うん、洗顔マッサージ、なんか泡が出ないタイプの洗顔石鹸で、うん、顔をこうなんていうの、うん、これを塗って、うん、こうちょっとこう、うん、マッサージするのか、マッサージしながら洗顔して、うん、で洗い流すっていう、うんうんうん、めっちゃさっぱりするわけこれ、これスースーするの、いやスースーではないんだけど、もう、うん、油とか汚れとかもう全ちょろんって全部なくなるような、へえ、
で、マッサージしながらだから顔の血行も良くなるのかなって勝手に思ってるだけなんだけど、それがもう一連のルーティンだね。はい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 。そっから体に行くの。そうそうそう、そっから体。なるほど、ね。そう。体はこう、どっから、どっから。だから、うん、だからあれさ、あ、手。まず、一番最初に、うん、俺を、うん、あれだな、右、右肘、いや、じゃあ左肘だ。2700みたいなの。左肘だ。違う、左肘だ。すごいやつさ。え、なんで？なんで？いや、なんか、一番外側にない、左肘が。なんかこう、ほら、お前も今。左肘が一番外にあるよ。今まさに。すごいな。すごいやつさ、この感覚。あ、何？外側からこうやるっていう流れがあるのか。したら。自然とそうかもしれん。ああ。だから多分。だけど頭のてっぺん、石鹸塗るところよな。石鹸塗るところ、が外側からなのか。肘だ、なんでか。すごいな。俺はもうお腹やさ。お腹、うん、お腹、お腹からだわ今日。あれか、もしかしてお腹ってよ、うん、水とか当てるのよ、うん、敏感やし、なんか、うんだからかな、違うかな。なんか分からんけど、お腹っていうか、お腹とか、この胴体、胸。あ、お前の場合はお腹が先に外に出てるからか。え、その感じなのかな。そうか、多分そうじゃないか。自然と自分の中で一番外側の外形から、出てるんかな。そしたらそうじゃない。なるほどね。肘よりもお腹出てるんだ多分お前。それはマジで否めないけど、それはその否定はできんけど。顔で言えば鼻から洗ってるかもしれない。あ、もしかしたらこう、俺眉上だな。眉上っていうか、こう、眉、あ、眉からベン行くな。眉あ、多分よ、今ふとそうなのかなって思ったのが、泡立たすためかな。あ、眉系で。ああ、嘘。分からんけど、そんな泡立つ毛あるところはよ、泡立つわけよ。うん。だから泡立たすためなのかな。全身泡立ち器やし、おお、マジでやばいぜ。だから。全身泡立て器。うん、もう本当に CM みたいな泡の立て方するから。すごい、ダブみたいな。そう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 。でも、あれに、ならないって聞いて、その普通の人が。ああ、普通の人。うん、俺なるみたいな。そう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 。で、俺そこで衝撃だったもん、まず。まんまと。みんなこの状態じゃないんだっていうのに気づいたっていう。それしかも、なんかアメトークか何かで、この毛深い芸人つって出てて、で、その人たちが喋ってるのを見て初めて気づいたわけ、俺。だから、それまでずっと気づかんかった。ずっと毛深いと思ってなかったってこと。そっちじゃないな。そっちじゃないな。泡立つの方。そう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 、泡立ちの方。そうだと思う。そう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 。あ、でもこういうのはあれだな。確かに普通。うん。
みんなの普通と俺の普通だな。そう、うん、そうだな、確かに、うん、だからなんつうのかな、あのなんかよ、あの例えば自分の家じゃないよ、うん、他人のこの施設でもそうなんだけど、うん、なんかそこでこの風呂入るときってちょっと緊張しない？いや、するな。するよな。するね。なんか自分のやつが当たってるのかがよ、やっぱり不安だからかもしれん、これは。いや、違うでしょ。それは違うでしょ。なのかな、なんか。自分が当たってるか不安。あ、それはみんなといるときにじゃなくて、一人でも。あの、その、要はよ、何か借りるときに、なんで来れないんかなとかよ、あるわけよ。あの、自分が使ってるものがなかったりするから。ああ。その、例えば、あの、なんかよ、シャンプーとかも、うん、なんかよ、いろんな種類あったりして、うん、他の人の、なんか、ところ使うのよ、なんか、どれ使ってばいいのか分からなかったりするわけよ。あ、それは分かるな。それは分かる。で、人んちの風呂って2種類、うん、3種類あるよな。あるあるある。ある。めっちゃピンクのなんか容器に入ったのとかなんか。そう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 。あるよな。どれっていうやつとかもあるし。うん。で、なんかよ、普通にななんつうのかな、ボディシャンプーって書かれてるけど、なんか全然よ、あの、泡立たんとかよ。ああ。あるわけよ。だから、なんかこれお前でも泡立たん、泡立たないものがあるわけよ。ボディシャンプーあるすごいやんね。しかもあの赤すり、うん、でよ、うん、あのなんか使っていいのかどうかも微妙やし、うわ、うん、そう、あ、そうそうそう、人のだしよ、その、うん、なんだろう、その人専用のかもしれないから、うん、それはそうだね。だからそれをこうまあ懸念してよ、まあそのまま直でやったりするんだけど、もう泡立ちが全然違ったりするから、うん、これまずそのなんだろう、これって表示されてるけどこれで当たってんのかみたいな、うん、なるほどね、あるね。だから結果自分はこの入り方で正しいのかどうなのかっていうよ。あ、そういうことか。そう、なんか不完全燃焼で終わるわけよ、いつも。ああ、それはあるな。なんか、うん、俺よ、一番風呂で、うん、一番風呂で嫌なのは、うん、あの体とかの体洗った後のこの、うん、石鹸のこの流れ具合、うんうん、あのボディーソープとかこのぬめりが残るっていうか、うんうん、どんだけ分かるぜ、水でやってもまだなんかぬめりが取れないみたいな、あれがめっちゃ嫌だわ今日。あれ保湿があるからな、保湿あるものがあるからね。保湿なんだ。あ、そうだわ、保湿だわ。そうだわけよ。俺もよ。昨日のさ、イラン成分。うん、俺も思った時期があったわけよ、それ。もう全然取れないよな。銭湯のとか。うん、うん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 。わかるわ。あの。これでいいばって、うん。あのシャンプーとかもそれない？シャンプーもあるよ。頭洗うのな。水切れっていうかなんていうの。そう、なんかよ、こう髪触った時にぬるんってする感じだろ。わかるわ。だからずっもうよ、永久に出れないのかなって思うよな。そう、タオル使いたくないしよ、その後この、わかるよ、タオルが水だけじゃなくて石鹸成分まで、うんうん、含まれてしまうんじゃないかっていう感じだろ。そうそうそう、で逆に迷惑かけてしまえないかってなるやし、でなんならマジで取れてない時あったりするからな。背中とかよ。ってなるわけよ、あの泡が潰れた音するわけよ。ああ、はいはいはい、わかるわかる、わーってなってこっちになってないとかね。そう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 、それは石鹸のせいじゃないやし、お前の腕の短さやし。そうだな、確かに。だれやす、そうそうそう、あれショックだよな、うん、なんか風呂上がった時のタオルの石鹸の、そうそうそう、ちっちゃいシャボン玉のプチプチた潰れる音な、そうそうそう、シャッとなるからな。はいはい、え、
あの体はでも、うん、最近もうここ何年もあれだよ、うん、手洗いだよ。ああ石鹸ってこと？石鹸、あの、いやあのそう、あの固形石鹸、うん、固形石鹸は ずっと固形石鹸だったんだけど。あ、固形石鹸なのお前。固形石鹸だったんだけど最近は、うん、こっちに引っ越ししてからなんか、うん、あんまり石鹸系、俺の石鹸をまた、うん、俺だけだったっけ、うん、固形石鹸使う、あのよ、あのぬめりのこと言う人はよ、あの固形石鹸使ってる人が多いやつ、やっぱそうだ、そうそうそう、うん、あれちゃんと落ちるからな、油までしっかり、うんうんうん、だからダブとかはよちょっと近いぜ、ボディーソープでも、あ落ちる、あの割とあのぬめりなく、うそうなの、いける、ダブとかはあの、あとあのバウンシアだったかな、バウンシアっていうなんかあのミルクっぽいやつがあるんだけど、まあ、それは結構いい感じではある。あの、あれよ、赤すり使わず、うん、手で洗うんだよ。はい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 、そうなのか、手で直に行くんか。そう、ずっと赤すり好きだったから、うん、しかも硬いめのやつが、うん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 、でガシガシ洗うのが良かったんだけど、はい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 、最近なんかこの、うん、傷つけてるって言って皮膚を、うん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 、だから泡で出るボディーソープ、うん、あー押した瞬間泡が出るやつ、もう泡になってるやつ、はい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 、もうこう手で洗う、うん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 、なったな、しかも体柔らかいからな、背中届くだろ、そうそう、だから背中届いて、うん、俺は届くけどって思ってるわけ、うんうんうん、これ硬い人って背中手に回せんかったりする人って、うん、異常なまでに俺はこのなんていうの、肩甲骨周りは柔らかいから、うん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 、こう洗えるんだけど、うん、これは俺だから洗えてるけどって思ってる。そう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 、もうまさにそれだと。だから俺抜けきれんわけよ。そっから手に行けんわけよ。手に行けん。うん。でも手に行くときはもう背中洗わん覚悟だな。なんかあんまかっこよくない覚悟だな。覚悟の中でもかっこよくない覚悟だ。背中笑わん覚悟ってなんか。そう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 、すごいな。外観から洗う。これでもあれだな。みんなやってるその ルーティーン知りたいな。その知りたいな。うん。ぜひ投稿してほしいよな。コメントとして。そうだね、うん、だって肘からって、でもそんなびっくりする、そんなおかしいびっくりするな、びっくりするな、 肘って俺考えたこともないやつさ。左肘からだわけよ。左肘やって、うん、一回このなんていうの、腕をこう洗うわけだし、うん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 、洗って手洗いだから、うん、あの、うん、赤すりしないから、うん、で左肘は、うん、なぜかこう右手で、うん、こう行くんだけど、うん、右肘洗うときは、うん、左と右両方手のひらを添えて、どういうこと2つともこう洗うわけ。あの腕組みみたいな感じの状態にするわけね。腕組みみたいな感じ。最初は右手、うん、で一人で、うん、一人か片手で、片手で1対1で手まで人とカウントするやつ、お前一人で人作業なんだけど、うん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 、右は、うん、左手オンリーで右だけをこうやるんじゃなくて、うん、右行くときはなぜか両手でこうなる、両方をそうそう兼ねて洗うわけね。すごいな、左めっちゃ洗ってるな、そしたらな。そうそうそうだ、
左の肘の1往復は多いわけ。でそっからそのままこう肩に上に上がっていって、うん、こういうローリングで脇まで行ってすごいやつさ、効率がいいのか何なのか分からんな、これ。面白いやつ。面白いな。すごいやつさ。兼ねてるというのか、何か分からんけど、うんうん、もう、ここで、こう、車のカーワックス、なんかこの車の洗車みたいな、なんか動きが。腕だな。腕が一番特徴的かもな。特徴的だな。自分でも分からんね。今冷静になって考えた、うん、肘から行くってすごいな。一番なんか手つけてる感じがするのかな。なんだろうな、このなんか他のところに当ててる感じがするのかな。そうなのかな。いや分からんだろう。何でそうなってんのかな。何でそうなってるのか。一番外側にある印象。うん、一番外側押すな。見てみよう、前今一番外側だな。こうお前テーブルに肘置いてるだろ、この、うん、口元にある方じゃなくて、うん、右手、うんうん、こっちだろ。そう、おり、うん一番外側にもあるけど、どっちにしてもあるけどさ、一番外側にすごいやつさ。全然思ったことがないな、肘からっていうのを。なるほどね。あ、面白いな。そういう感覚だな。あれはあの歯磨き一緒にする。あ、歯磨きは、うん、するときもあるんだけど、うん、俺は今外から帰ってきたらすぐ風呂入るから、うん、あのご飯食べてから寝る前に歯磨きだから。あ、なるほどね。その時に歯磨きではないな。で、俺もなんだかそうだな、うんうんうん、風呂の時に一緒にっていう人もいるよな。いるらしい。そしてお俺前までそれはやってたんだけど、うん、最後に風呂入ることが多かったから。うんうん、そうそうそう。で、あの体流す時と一緒のタイミングで、うん、あ、全部流す。そう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 。お前そしたらお腹につかんか。うん、あのあれよ、一応その米吐くのはあのちゃんと前かがみよ。ああ、そうなんだ。わわわわってならないよ体の時と一緒だから顔が邪魔してちゃう。そうそうそう、体が。ああ、まあそっか。そうそう、あのペーやった後にあの口ゆすいで、で口ゆすいだ後にもうあのシャーってこの体やって。髪洗って、うん、髪は一回流す、流しての。あ、そう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 、一個一個全部終わらしてから。ね、その体の時だけ、うん、あのいろんなもん全部まとめてやる。あ、その洗顔もそうだし。あ、はいはい、このだからあの泡立ってる状態があの割と続いてたりもするし、うん、その落としてる時にあのこの洗顔とかも一緒にやってたりする。ああ、はいはいはい、なるほどね。そっか、そこのタイミングか、洗顔。うんうん、でもよ、物のやっぱ効率とか順番とか考えるようになったのは、うん、そのやっぱそれを指摘されてからで、頭洗って顔も洗って、うん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 、体洗って、うん、っていうこの上から下にっていう、はい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 、っていう自然な、うんうんうん、なんか流れ、うん、流れ、うんうんうん、っていうのを、うん、やっぱり小学校の時に言われて、うん、あ、なるほどねっていう、その順番とか段取りあるんだっていう、うん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 、そうよな、因果っていうか因果応報的な因果応報的な、うん、そんな大したことじゃないけど、死んだ万象というか、死んだ万象というか、なんかつながってるような、諸行無常っていうか、諸行無常、
そうだな、確かに。いやだから そこでだからそのなんか、ああそういうことかってなんだろうな、まず思える、だから思えるのがすごいんだよなって思う。そうだよな。うん、なんかこのある意味だからどうでもいい、どっちでもいいようなことではあったりするんだけど、でもそこをなんだろうな、深く考えるというか、なんか気づく能力みたいなのに慣れてたんだろうなって思う。うん、そうな、うん。そうそうそう。ハッと、ハッと思ったもんね。ひらめきぐらいの感覚で。悟ったっていう感じだね。ああ、なるほどね。ひらめいてはいないもんな。指摘されてるもんな。指摘されてる、そう。うんうんうん。で、自分で、でもそれを発明できなかったっていう悔しさもちょっとあって、うん、あーなるほどね、自分で気づけよって言う、いくら親からとか親のやり方とはいえ、わかるわかる、そのよ発見できそうだった事柄なんだよやっぱり。そうそうそう、自分がそのなんだろうな、いつもそういう視点を持ってるからこそその悔しさっていうのがあったんだと思うんだよ。そうそうそう、こういうことかっていう、こういうことだから何か なるほどねって思えるのも一つあるし、でもそれってなるほどねってなるのってもうと遠くにいたからこそなるほどねになるわけで、その近くを攻めてたらよ、うん、こういうことだったのにっていうのがあるよな。俺が言いたかったのはこういうことなんだけど、それを、うん、その発見されてしまったみたいなよ、うん、なんなら自分が発見したかったみたいな部分はあるかもしれないな。うん、そう、まあそうそうそう、そうだね、うん、そうそうそう、いろいろあるな、人の入り方が、風呂の入り方にしても。そうだな、しかも言うてこれ一応30分ぐらい続けられてるぜ今。最初らへんちょっと気にしてたけども全然気にしてないからね。10分と言いながらすごいやつさ、やっぱよこんだけ話題はよあるんだぞ。